にちは、さなまるです。はい、ということでですね、本日なんですが、みんなからいただいた質問に答えていきたいと思います。質問というかお悩みですね、答えていこうと思うんですが、今日はね、ゲストがここに今いて、今おでこ書いてるんですけどうちの今幼馴染のワイちゃんが今いまして、もう小学校1年生からの付き合いなので、何年目？20で小学校、6、そっか、小学校1年生から6歳だったので20年目の中の子が今ここに来てくれてます。日本で本当はね、ここにモザイクで出そうかと思ったの。服がそれ用じゃないかって言ってちょっと出てもらえなくなっちゃったので事前に話してないじゃん、まあね、はい、ということで今日はみんなからいただいた人生相談を元に紅茶とか飲みながら、ケーキ食べながらやっていこうと思います。今日はフルーツをサンドしたミルクレープを2人で分けます。フルーツサンドされてる？え、嫌いフルーツ？嫌いじゃないけど、ただのミルクレープ。じゃあ一旦これを、あ、え、なんかミルクレープが宙を浮いてるんだけどあ、待って、ティッシュは？あ、ここごめんね。あ、この雲ね。そう、雲、ありがとう。ありがとう。てか、もう20年間私こんな感じ？そうだね。逆になんか勉強してるイメージもなかったからさ。確かに。だからよく大学よく行ったな。前、大人なじみの感想、大学よく行ったなです。それを、あの、ちゃんとした大学行ったじゃん。まあね、みんなが知ってるかもしれないところに。そうそうそう。あの当初の私の感じを見たら、いろんな人に言われる。塾の時、勉強じゃなくてみんな絵描いてる。しかもうち、あの塾の立方体描いて、なんかお弁当でっかいホワイトボードにさ、うんこって書いてさ、ひっくり返してさ、帰ったことあるんだよね。うちらだけで、あの塾でホワイトボードに落書きして、うちらそうね、そういう荒れた時期もありました。ということで、撮りましょう。って同時にちょっと、これエアコン一回音消していい？Y さんの声をよく響かせるためにも雑音を言って、じゃあどうぞ、はい、Y さんはここから撮っていくのでで、しか見えてませんか。ということでですね、早速質問を、聞いていきたいと思うんですがごめん、食べようとしてたのに。どうしたら彼女とかできますか？どうしたら彼女ができますか？アプリ。アプリアプリです恋愛マスターはアプリと言っております。アプリで机がない、これでいいよはい、出会いがない方、アプリだそうです。で、今の時代アプリなんて普通でしょ。そうなんだ。まあそうだよね。うん、やったことないけどあれだわ。でもなんか学生だったらまだチャンスはたくさんあると思うね。バイトとかさ、うんうんうん、サークルとかあると思うから、うん、そういうところはすごいいいと思うけど、え、待って、うちアプリってさ、うん、何を入れられるの、あれ。どういうこと？アプリってさ、マッチング率は高いわけ？意思疎通の合う人と会う確率は高いの？それは自分の努力。あ、努力努力なんだアプリもそんな簡単には無理。あ、そうなんだ。じゃあ数打ち当たるみたいな、そういう感じ？それも違う。違うの？数打っても全然マッチングできなかったり、うん、あっても1回きりで終わったり、それこそワンナイトで終わるってこともあるから、うん、数じゃない。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 え、じゃあどうしたらいいの？え、なんかどれが自分、恋愛において何が必要か、自分において、自分の中でこれは妥協したくない、うん、じゃこれは妥協できるっていうポイントをもう洗い出す、自分の中で言った。あれ？やっぱ自分との会話だ。そう。なるほどね。じゃあ自己分析が大事です。そういうことだ。次行きましょう。次。元彼とめっちゃ気まずい、どうすればいい？元彼とめっちゃ気まずい、学校かな。一回学校シチュエーションで考えよう。なんか大学とか社会人だったら正味気まずいなら会わなきゃいいと思うけど、うん、学校だと絶対会うじゃん、うん、気まずいか。気まずくないほどいい女になるとか、なんか気まずいのジャンルによらない？自分が悪気まずいのか、相手が悪いから気まずいのか。じゃあなんか相手がさ、ストーカーチック気まずいだったらどうする？だったら気まずくなる必要はない。なるほどね、うん、もう強気でいい。強気で
強気で強気でいこう。強気のマインド大事だと思う。で、気まずかったことある？元彼と。元彼と友達に戻るがなかったから。あ、ない人か。うん、友達に戻る派なんですよ。そう、こことの違い、ここそうだね、うちらが違うね、そもそもね。戻れない、戻れない派か。それはでも気まずいんじゃない？元彼と会うと。え、違う、そもそもアプリでしかほぼほぼ付き合ってないから。なるほどね。もうじゃあ別れたらそれ以降にないんだ。そう、すれ違いが、会う場所がない。なるほど。だから気まずいもんない。あまりないですが、気まずいなーで過ごすんでいいかなと思います。はい、無理はなさらず。解決になってるから。なってない。でも喋れるようになっちゃえば気まずくないんじゃない？だから仲良くなった方がいいんじゃない？気まずいのは話せないから気まずいじゃん、うん、いろんな人、うん、だけど話せるようになったら気まずいがないんじゃない？どう？それもそうだね。か、自分がさっき言ったけど自分がめっちゃいい女になって、ね、自分がめっちゃいい女になるもある。で、あっちが振ったことを後悔させる人、ね、だからその人に目を、もしもね、こうなんか嫌な終わり方をした場合は、その人がもううちのこと好きすぎるって思うぐらいもう自分をいい女に高めて、何ですかっていう状態にすればいい。そういうことだ。うん、そういうことです。次。極度の緊張する時とかありますか？またそういう時はどうしますか？極度の緊張あります。あるけど、まあ、そういう時はあるな。うちめっちゃ緊張する。あ、例えばあのどっかのいいとこのなんかこう、なんて言うんだろう、カンファレンスっていうか司会とかの時に、うん、会社名とかを読む時に、あ、そういうこと、ね、噛んじゃまずいとか、うん、あとめっちゃ人いる前とか、まあ、あまりにも言い過ぎるともう何もないんだけど、ちょっとだけこう人が見える人数なんていうの、多すぎず少なすぎずの時とかめっちゃ緊張する、うん、そういう時はでもなんかバンジージャンプと一緒でもう前に進んだら止まらないから、もうなんか緊張しないは無理よ、緊張を楽しむことじゃないって思っちゃう。そうだね、そう思いますよ。徐々に、本当ですか？緊張することある？なさそうだな。ないね。ない、うん。これは絶対終わると思ってるから、あ、私のマインドは。なるほどね。何事も嫌なことも全部、これはどうせ時間が解決すると思って進むから、気づいたら終わってる。気づいたら終わってます。緊張はまじ一瞬です、うん。はい。ということで、緊張楽しみましょう。次。私は LINE を1ヶ月ぐらい未読無視され、その後既読がつきました。これが1回でもあると脈なしですか？どう思う？なし。なしだと思う。なしだと思う。いや、脈はないと思うけど逆転はできる気がする。1ヶ月未読無視だよ。うん。で、どうやるかっていうと、うん、未読無視されるじゃないですか、うん、でも、まあ、一旦もうワンパス送るわけ。あ、はいはい。そう、しかもそれもなんかそれと上と繋がった内容じゃない、全く別の内容で、うんうん、そういえばさ、なんだろう、月曜日の飲み会行くとか何でもいいんだけど、うん、送るじゃん、うん、で、まあ疑問系で送ってください。行くよーとか来るじゃん、うん、それを同じ日数無視する。え、それ違くない？え、これその質問違くない？答えになってなくない？脈なしですか？だから脈はないが、この人多分脈があってほしいという考えでしょ、多分。それだと、そうだな、違うじゃん、振り向かせたいんですけどって話でね。そうそう、復讐じゃん。復讐、やり返したい、あんたがやったことやり返したねっていう復讐だから多分、求めてる答えは多分それじゃない。いや、今はないかも。今は脈ないかも。脈があったら、うん、見るもん、すぐ。次。初恋に会えないです、諦めればいいのでしょうか？そこに気づいたのっていつ？小2とかじゃない？小 2？ うん、なんか気になるみたいな、この人ずっと見てたくなるみたいな。いや、誰？うん。え、そうなの？そうだよ、当時はね。意外だから全部ピン。すごい、うちもでも小学校の時とかだと思うんだよね。え、でも小学校の時いた？わかんない。それで言うと、私だったのかもしれない。小4。ああ。で、初恋ができないのは、そうだな。この人の年齢によらない？そうだね、年齢による。学生だったらまだなんじゃん。うん。大人だったら。え、でも急いで見つけるもんじゃない気がする。急いで。諦める必要もない気がする。急いで見つけるもんじゃない。諦める必要もない。そういうことだ。めっちゃうまいじゃん、私も。頑張ってください。
次、彼氏と長続きする秘訣は？彼氏と長続きする秘訣なんですか？ちなみにうちの意見だけど、私はなんか昔めっちゃ彼氏と続かない時期があって、もう、うん、もう全然続かない時があって、うん、その時に決めたのが別れようって言わないって私は決めたの。ああ言ってたね。そう、もう自分から別れようって言わなければ続くから、うん、そうで、まあ、まあ結果ね振られることになるんですけど。そうね。でも振られるんだったらさ、別になんかさ、そうですかって気持ちになるの。うん、別れようって言われる分にはそうですかってなるけど、自分が別れようっていうと自分がこう起点を作っちゃうから、うん、私はなんか別れようって言わないっていう決め事をしてた。それはいいか悪いかちょっとわからないけど、でも長く続くかも。うん、そうだね。やっぱなんかこう彼とのコミュニケーションじゃないですかね。なんかこう探る、こうよく観察して、この人はどのタイプなんだろうって。次、けど卒業式で好きな人に告白するのはやっぱり自己満足になっちゃうかな。いやー、まあね、正直言うけど多分そうなんだけど、そうだと思う派。最後にだってさ、うん、気持ちを伝えたいんでしょ、うん、そうだと思うんだけど、でもそれを言わないと後悔するのは自分だから、それは私自己満足でいいと思うが、どうですか？告白は全部自己満足で。あー、え、深っいつ告っても告白は全部自己満足です。そうです、自分ってか自分の感情伝えてる時点でもう自己満足じゃん。いや、めっちゃ言わないがもうあれじゃん。言わたら言わないも自己満足に入るかもしれないけど、そこまでだからいつ言おうか別に。いや、めっちゃ勉強になるわこれは告白は自己満足と言ってましたですが、時期とか場所とか関係ない。そうだね。だからその自己満足が相手にとって嫌か嫌じゃないか、ね。まあそうだね。迷惑になるかならないかとかね。うん、そう。それタイミングあるかもしれないけど、まあ卒業式だからといってはあんまないかもね。うん、ないと。ないと思います。うわ、これちょっと神回だわ。次。はい。いいね今の。高2の時に振られた好きな人に卒業式に告白したいのですが、はい、手紙か直接どっちがいいですか？直接だろう。まあ直接ですな、これはな。手紙でさ告白ってあった？なくない？うちメールで告白する人あんま好きじゃなかった。こう、うん、直接言ってこない人は、うん、そこまでの覚悟がないのかなと思っちゃう。せめての電話だよね。あ、電話はいい、うん、電話でした。あ、電話でした。今の彼氏電話でした。ニヤニヤしてる。うわ、マジ顔映ってないの悔しい、これ電話だったんだ。うん、一回振られてるんだからこそ直接でもなんていうの、諦めてないっていうのも、もうかっこいい、ね、言われたい。手紙だと分かんないから、感情は。うちも言われたい、諦めてない。言われたいね。言われたいよ、ちょっと言ってください。諦めてないってちょっと言って、みんなお願いします。かっこいい、諦めてないはかっこいい、いいな、ね、いい、めっちゃいい、直接頑張れ。次、好きな人に結構アピールしてるつもりなんですが、避けられてるような気がします、うん、もう卒業なのに。あ、待って、これ卒業シーズンだから卒業ネタが多いね。確かに今言った。ね、そうだね。避けられてる気がする。ちょっとね、ちょっとその子の気持ちもちょっと分かっちゃう気がする。アピールの仕方によらない？なんか無理やり目を合わせてるとかさ、こうなってる可能性ある、こうやってその子の席を座ってるとか。うわー、家にいる。その子の机の上にこう、あ、いる、映画があって、いた、まあ、女の子かもしんないけど、でもいるじゃん。いたわ。で、来たら、あ、ごめんねとか言う。それは、いや。いたわ。確かに、それは確かに、やられてる側からすると、またいるよって気持ちにはなるかもしれない。そう、だからアピールの仕方が良くないんじゃない？避けられてるんだから。そうだね。もうバッと、まあ、好きならバッと告白して、さっと引いてほしい、うん。ダメならダメで。うん。それが一番かっこよく見えるから。アピールじゃないね、多分。なんだろう。何が大事？こういうのは本当なんかこう、こうやって微妙に揺れ、いつも自慢したのか。いるじゃん、なんかさ、好きな女の子がいてさ、話しかけたいけどさ、話しかけられ待ちの人、話しかけられ待ちの人はさ、アピールの種類で多分違うじゃん、うん、今のサナブルの動きをアピールだと思う人もいれば、うん、ただ横にこう立ってるだけで自分アピールしてる人もいれば、喋りかけるのアピールだっていう人もいれば、相手の立場に立って、そうだね、一旦自分が何をしてるか考えた方がいいんじゃない？それが答えです。次、好きな子がいるんですけど、どうやって距離を縮めればいいですか？距離縮め系ね、もうさっきもあれだったけど、やっぱりこう相手が何をされて嬉しいかを見分けることじゃないですか。
例えば、はい、そうあんまり出ちゃう何さん T あ、はい、T さん、はい、T さんがよく会うじゃん、はいはい、T さんと、うん、T さんの時によく言われるのが写真よく言ってこない、あの修学旅行の時のお化け屋敷の時に腕組んでる写真の話め毎回してくるじゃん、 T さん、ね、T さんはちなみにあの Y さんのずっと好きだった人ね、なるほどね、小3から小 3? 小3から小3から中3まで、そうだね、好きと思ったのは中3、すごいね、で、修学旅行で腕を組んだ写真が出てきたお化け屋敷に行ってる、うん、でそれをずっとこう言ってくるわけじゃん、うん、だからある意味こうもう好きじゃないけど、なんつうの、意識はしてもらえてるきっかけになってる、確かに、てかボディタッチなんじゃない、それで言うと、うん、ボディタッチだけど、数のボディタッチは多分あんま良くないから、そう、あからさまなんかこう、そうバカみたいなのが良くない、距離縮めるとぶっちゃけそこしか、まあ、学校だったらそういうところとか、うん、委員会が一緒とか、うん、委員会はあと勉強教えてもらうとか、密室に2人、それがいいと思う、それは危険だ、危険だ、何考えてるんですかちょっとみんなの前でおならが我慢できません、どうしよう待って、誰これ言ってあったらこれ最後だな、待って、これ最後だえ、もう一回言って、みんなの前でおならが我慢できません、どうしよう、それは我慢できませんだからしてるよ、この人もうしてるんだ、我慢が辛いですだったら我慢してんだなって思うけど、我慢できませんはもうしてるの、それはもう多分してる、ただ静かにあるじゃん、サイレントなら多分そういうこと、多分この方はそれしちゃってるんじゃない、じゃあ隠す方法を、いや無理にアドバイスとかいらない、よくできましたって感じ、うん、逆にもう自分を誇らしく思えばいいんじゃない、うん、私はした、ただそれだけ、おならを気にしない人の人たちとつるめばいいんじゃない感じしちゃったで終わるんですよ、かもうしても無視される友達、確かにもう待ってこれ一番最後なんで今したっす、してないみたいなで嘘つけるからあれだったてな感じみたいですはい、ということで皆さん質問ありがとうございました、いやー面白かったね、やっぱ大先生もいるとすごいね、うちも話しやすいやん、昔の話とかもできるしね途中フルネームいろいろ出してるけど使われてるか知らないけど私はということで、ね、またね好評だったら第2弾第3弾とやっていきたいので、皆さんぜひコメントをよろしくお願いします、はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします、他の動画もたくさん見てみてください、じゃあせーのバイバーイ、バイバーイ。